さあ、じゃあラストチャンピオン戦いきますか。いくぜ、おーい。青木さんいい味出してるよね。うん、おお。てか、おもだかとは勝負できないのかな。ようこそ、バムさん。あなたとポケモンリーグの頂点でお会いできて大変喜ばしいです。最終テストは、トップ、お前と勝負すんの？お前と勝負すんの？勝利すれば合格ですよ。でもその前に一つ謝りたいことが。私、リーグ委員長としてよくよろしくない欠点がありまして。わかった、髪型だ。ポケモン勝負に一切妥協ができないのです。そのせいか最近は合格者が現れず困っています。しかし、あなたならチャンピオンネモのように、とてつもないことやってのけるのかも。そう、噛むな。それではご準備よろしいでしょうか。あなたの際、見せられさせていただきますね。衣装最悪じゃん。マジかよ、クエスパトラから来んの？無理。めんどくせえ。行くぜ。とりあえず、マスカリニャに引きます。浮力張られた。辻斬り。硬っ。さすが新しい判断です。そのまま教えてください。うざっ。ちー。まず待って、辻斬り。ゴーゴーと、オッケー、単価せろ。トンボ返りに戻ります。オッケー。問題は何で来るかだよね、相手が。格闘技で来ると踏むか。とりあえず行きます。うわー、間違えた。大回転だった。ねえ、剣。多分これ倒せないでしょ。見せてもらったら。倒せたー！オッケー。よっしゃ、壁減った。クレベです。ひらふらでいきます。攻撃単体で防御の方が高いから特殊をします。いくぜ、パワージェム。ドジョレーザーあれ次来るのね。ドジョレーザーのね。あ、違うわ、ミガルーサじゃん。エスパー鋼、あ、違う違う、アク、アク、鋼。ごめんなさい。しゃあ、鋼行くぜ。チェス。ミガルーサはこちらで、なんとかしましょう。行きましょう。トリックフラワーです。はい、ワンパンでーす。これは手痛いスタンディングオベーションものですね。オッケー。ドドゲーザ。マスカリニャ戻っておいで。
行くぞ。で、ね、相手なんだろう、負けん気なのかな、全く良くないんだけど、ほんと。え、どういうこと、妨害者。とりあえず、ミニファイルします。え、終わっちゃったよ。大将終わっちゃったじゃけどいいの。お、キラフル、お前も使うんだ。なんだろう、わかんない。とりあえず自信取って。あは、あはははは、まだ頼んではいけませんよ。ひとまず自信いきましょうかね。トレーナー導く光あれキラ、キラフロル。じゃあ、聞くけど、どっちなのかわかんない。岩だね。いきます。受信。硬い、なんで？やばい、毒化粧だ。マジカルシャイン。え、毒ビシ相手に巻いてる。物理技を蹴ると相手に毒ビシ巻く。おっしゃい。オッケー。想像を優位に超える。当たり前だろ、レベル差がありすぎだよ。弱いんだよザコがね。すいませんね、上げすぎちゃいましたレベル。素晴らしい力、素晴らしい芝生の連続でした。パルラ地方にまた一人偉大なトレーナーが誕生しましたね。おめでとうございます、新たなチャンピオンバム。今度こそハーマニーおめでとうさんやな。わーい、お兄ちゃん、やりましたのー。おめでとうございます。ああ、やっぱり、小勢は、猛烈に、感動じてまず。ふげ、また泣いとる。あなたたち、ポケモントレーナーは、この、パルラ地方の宝物。チャンピオンは、その中でも、ひときわ輝く存在です。チャンピオンバム、パルラのトレーナーたちを、その背中で導いてくださいね。それでは入り口までお送りいたします。きっと見知った語学優、語学優があなたをお待ちかねですよ。誰かな？誰だろうね。誰だろうね。誰だと思う？しらしらし。あれじゃね？八作。いるやん。してんのかって。バム！誰？どちら様ですか？えへへ、知ってた。バムが実技テスト終わった頃に、トップから連絡もらってたんだ。私はチャンピオン。バムもチャンピオン。今の私たちは同じチャンピオンランク、つまり対等な関係なんだよ。ということで改めて、私のライバルになってください。え？一回くらい答ってみる？やだ！聞こえなかった。私だ。もういい、もういい、もう折れていい。いいよ。そうだ、待って、回復させて。チャンピオンバムとケンタロスたちはチャンピオンテストを終えたばかり。チャンピオンなら相手への思いやりも大切になさってね。うん、そうでした。いつも忘れちゃう。ごめんね、バム、ケンタロス。それに対等なライバル同士の記念すべき初めての勝負か。こんな道端でよろしいのでしょうか。え、あ、そう言われると確かに。それじゃあ、ポケモンリーグのバトルコート貸してください。ふむ。
お二人にとってもっとふさわしい場所があるのではないですか。わかった。あそこだ。バムんち。どこだろう、バム。宝食堂。お二人にゆかりのある場所なんですか。チャンプルームだね。青木さんとは思ってたんだけど。突然訪問すると、青木が言われそうです。ネモの家の裏。ああ、うちの裏か。初めて勝負したもんね。私にとっては短すぎてちょっと特別感がないかもな。え、マジ？テーブル C なの？かわいい授業。自分だけの宝探しを覚えてる。私にとっての宝は本気の力をぶつけ合える対等なライバル。きっとバムの存在だったんだよ。そういうわけでバム。テーブルシティ中央広場バトルコートで待ってるから。互いが互いを尊敬できる羨ましい関係ですね。私、トップとは呼ばれておりますが、チャンピオンネモは、私との最終試験ですら力を温存しておりました。本気を見せてくれそうですね。うん？そうな。じゃあ、とりあえずね、移動しましょうかね。ここか。来たね、バム。うん。チャンピオン同士のポケモン勝負。噂を聞きつけてみんなも集まってきたみたい。ここまで来てくれてんの？ね。ここにいる全員みんなの中で。裸いいな。私が一番楽しみなんだよ。お、校長。青木！俺、青木が一番好きかもしれない。舞台は整った。私との本気の勝負、力と違ったわ。実った君の力。どっちが強いか勝負しよう。さて。どうかな？ちゃんとレベルアップしたかな？ネモちゃんは。はい、ルガルガンですね。さて。ずっと待ってたの。最高の勝負、始めるよ。さ、レベルなんぼかな。65か。行くぜ、ブレイジングボー。誰？ルガルガン？ケンタロス入るよ、スバヤさん。最初に教えたサイパー師匠が私をピンチにするなんて。あら、かわいそうね。あー、もっと。戻ってこい、ケンタロス。待てー。じゃれつっかー。よし、よし、じゃれつく攻撃。やっほー、急所最高か。ここ一番で当ててくる。ラッキー飛び越えて才能だよ。ラッキー飛び越えたら勝てないっすよ。ミミズズはね、鋼タイプですね。燃やせばいいです。何話してんのここで。戻っといて、デカヌちゃん。さあ行け、ソーブレイズ。防御高そうだな。行くぜ、無念の剣。しゃい。デカヌちゃん大活躍ですね。戻ってこーい。行ってこーい。まめみ。さて、
じゃあ連れていくぜ。ほら、バイバイヌメレゴン。ロココッチ、行くぜ。ケンタロス、ノーマル単体だと思いたいんですけど。行くぜ、インファイト。シャーン。上に割るか。俺の本気ぶつけてやるよ。いっけ、マスカーニャー。かもね。最後はこの子か。ベストを尽くしてくるんだよ。行くぜ、マスカーニャー。チャンピオンというものがどういうものか教えてやろう。はい、マスターニャ。光れ、輝け、最高の、私の最高の宝物。ウェイニバル、うるせえな見た目、ほんとに。行くよ。パチン。ごめん。マジであいつじゃん、本当に。びっくりした。あー、びっくりした。ブラックアウトしたから。やばくない？一回もこういう受けてないんだけど。いや。やったー。すごいすごいよ。バムは最強だ。嬉しいな。だって私本気で戦ったのに。本気で。ポケモン勝負ってさ、思ってる以上にずっとずっと楽しいよね。ありがとう、次は負けない。青木は？ねえ、青木いないよ。帰っちゃった、青木。次はどの子に戦おうかな。ラタ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 。よう、ペッパーだぜ。バブブ。うわ、飛びつくなってバブの声聞いて、なんかはしゃいでる。あ、そうだ、本題、エリアゼロに行くって話。お前覚えてるよな。はい。だよな、さすがの記憶力ちゃんだぜ。バブがいろんなとこでいろいろ頑張ったおかげでさ、エリアゼロに同行してくれる仲間二人確保できたぜ。へへ、こんだけ人数揃えりゃ文句ねえだろう。エリアゼロに向けて4人で出発だ。とりあえず集合しようぜ。ゼロゲートって施設で待ってる位置情報送るから、さっさと来いよ。待ってるからな。わぁわぁ。はい、ということでですね。全ルートクリアしました。お疲れ様でした。
長かったね。長かった。けど、無事、二人してクリアできましたね。最終的に、なんかレベルがとんでもないことになってるんだけどさ。なんとかいけたね。はい。ってところで、じゃあ、アフターストーリー、もうやりつつ、まあ、厳選等も進めていこうかなと、ぼちぼちね、思いますので。今、あれ来てるからね。エースバーン、そう、エースバーン来てるから、ウサギ年だしね。はい。ってところでね、ぼちぼちやっていこうかなと思いますので、まあ、ポケモンは引き続きやっていきます。はい。以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではまた、お会いしましょう。